皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回はリンネル2冊購入しましたので、通常増刊順番に開封していきたいと思います。それではまずは通常版の方から開封します。はい、開封いたしました。今回の付録は紀ノ国屋とオサムグッズのコラボで、お買い物が楽しくなるビッグトートバッグです。それではとりあえず広げていきます。はい、広げてみました。それでは見ていきます。まず正面にはおなじみの紀ノ国屋のロゴが入っております。プリントされております。カラーはこれはブルーのプリントになっておりますね。そしてこちらにコラボレーションのオサムグジルさんですね、女の子ジルさんが、カートを押しておりますね。紀ノ国屋店内では走らないでください。そしてこちら上の方には犬さんがいらっしゃいますね。ちょっと名前が分かりませんけれども、ワンちゃんもいらっしゃいます。はい、何やらかなり真剣なお顔されてますね。争奪戦で勝ち取ったものを抱えております。素材はポリエステルと綿の混紡素材になってまして、しっかりとした生地で、耐荷重は約 7kg となっております。はい、そして裏側も写しておきましょう。反対側は特にロゴとかは入ってませんね。このような無地の状態です。かなり大きなバッグになっておりますね。で、底の方を見ていくと、このようにマチもしっかりとありまして、たっぷりとした容量が、期待できるかと思います。横の方はこんな感じです。はい、これまで紀ノ国屋の付録たくさん出てきましたけれども、オサムグッズコラボはもしかして初めてですかね。珍しいかと思います。はい、それでは上から写しますが、開口部分はこちら、スナップボタン仕様となっておりまして、中央に1つ取り付けられております。そして持ち手の部分なんですけれども、ここでこのように取り付けられまして、耐荷重は約 7kg となっております。で、肩掛けもできる、後でやりますけれども、しっかりとした幅が取られておりますね。はい、持ち手の部分は特にクッション性とかそういったものはございません。幅はこれくらいです。はい、それでは中開けていきましょう。スナップボタンを中開けますと、このようになっております。今日は美白仲間集合です。それでは中ご覧ください。このようにかなりの広いスペースが取られておりまして、ここでパチッと、はい、中央で止められますね。で、ポイントはここに内ポケットが1つついております。これは嬉しいポイントですね。その他には特に仕切りとかそういったものはついておりません。はい、そしてサイズなんですけれども、 A4 サイズ、こう横にしてこんな感じですっぽりと入っちゃいます。で、立てて入れましてもギリギリ入るような、そんなサイズになっております。普段使いのバッグからお買い物バッグまで幅広く活躍してくれるでしょう。それではいろいろ入れていきます。はい、それではいろいろ入れていきます。まずは紀ノ国屋さんということで、紀ノ国屋さんのお弁当箱を入れてみましょう。はい、こんな感じですっぽり入ります。増刊号でこれから紹介しますけれども、保冷バッグとかも一気に入れちゃってもいいかもしれませんね。はい、まあ、それは後でやりたいと思います。続いて 500ml ペットボトル、さらにはスープジャーを入れて、その他紀ノ国屋さんのエコバッグを入れたりとか、あとはですね、ポーチですね、ポーチも入れてみましょう。こんな感じで入りまして、さらには長財布も縦にすっぽり入ります。その他モズさんのウィンドブレーカーも入れてみます。はい、あとは折りたたみ傘を入れたりとか、ハンドタオル入れたりとか、あとはメガネケースも入れたり、はい、あと今日暑かったですよね、こちらハンディ扇風機も入っちゃいますよ。その他こういったスピーカーなんかもね、レジャーとかに持っていくのにもいいかと思います。そして内ポケットにはこちらスマホ、はい、iPhone Pro Max シリーズ入れますと、ちょっとこれスナップボタンにかかっちゃいますね。ですのでプロシリーズくらいの大きさだと、はい、大丈夫そうです。まあ、こんな感じで、はい、パチッと止めまして、たっぷりと入ります。はい、それではこちらのバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。正面にはおなじみの紀ノ国屋のロゴがとってもおしゃれなデザインですね。そして、まあ、コラボレーションの、オサムグッズのキャラクターもこことここにですねいらっしゃいますので、付録でしか手に入らない特別なデザインになっております。そしてご覧の通り大きな大容量のバッグとなりまして、このマチもしっかりとありまして、たっぷりと入り、耐荷重は約 7kg となっております。で、このように持っていてもですね、すごく安定感がありまして、非常に持ちやすい、バッグのサイズ形となっております。
で肩掛けもこのようにスッとできまして、非常にこのフィット感もよく、たくさんの荷物を楽に持ち運べるかなと思います。はい、そしてご覧の通りブルーとホワイトの爽やかなデザイン、よく言えばルマンドカラーであるというのは良かったんですけれども、こちらのブルーもとても綺麗な色になっておりますね。はい、使い勝手を見ていきますと、この肩にかけた状態でこうガバッとここ開きますので、内ポケットがあることによりスマホはスッと取り出せるのが便利なポイント。さらに長財布を取り出したりとかですね、ちょっと暑い日はハンディ扇風機、そしてですね、タオルなんかもですね、汗拭きタオル取ったりとか、あとはペットボトルをスッと取ったりとかですね、はい、とにかく開口が広く取れますので、たっぷりと入れたものを簡単にこう探して取り出すことができます。通勤通学、そしてレジャーからお買い物用バッグまで幅広く使えるビッグなトートバッグとなっております。こちら通常版となっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。お待たせいたしました。それではこちらのバッグ、正確な容量の測定に移りたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は45ブルボンです。紀ノ国屋×ブルボン、お買い物が楽しくなるビッグトートバッグ、おすすめです。はい、ということでここまで通常版の紹介しました。来月後の予告は増刊の後にやります。お待たせいたしました。続いてリンネル増刊号を開封します。はい、開封しました。増刊号の付録も紀ノ国屋とオサムグッズのコラボで、保冷保温ランチバッグとペットボトルホルダーのセットになっております。保冷バッグの付録出てきましたね。これからもまだまだ出てくるとは思いますが、まずこちらから順番に紹介していきます。ではご覧ください。こちら保冷保温ランチバッグとなっておりまして、ネイビーカラーにホワイトの紀ノ国屋のロゴですね。そしてジルさんとジャックさん、はい、こちらに、コラボレーションということでデザインされております。素材はポリエステル素材が使われておりまして、こちら正面ですね。で横から見るとこれくらいマチがありまして、反対側はこう無地の状態で、底の部分こうなってまして、で上から見ますとここに持ち手がついてますので、持ち運びにも便利になっております。そして開口部分はダブルジップ仕様となっておりまして、はい、まあ、ここまで開くような形ですね。はい、で持ち手の部分もここ隙間がしっかりありますので、まあ、今夏だからいいですけど、冬場のちょっと手袋をはめた時とかも、はい、特に窮屈感はなさそうですね。それでは開けていきましょう。ダブルジップ仕様ということで、こうスーッとですね、両サイドに開けられるのが便利なポイントになってます。角の部分もスムーズに動いてくれます。では中の方ご覧ください。今日も仲良し美白夫婦です。それでは中ご覧ください。このようにアルミのシートが付けられまして、保冷も保温もできるということになっております。特に内側にポケット類とか保冷剤入れるポケットとかそういったものは付いておりませんので、このような、はい、空間だけとなっております。サイズに関しましてはピッカラがぴったりと入ります。そしてプチシリーズもぴったりと入ります。もちろんバタークッキーも入りますよ。ホテルカにも対応しております。ご覧の通り非常に分かりやすいサイズ感に仕上がっております。そして今度はこちらの、はい、お弁当箱を入れていきましょう。これも付録でありましたけど、でその横にスープジャーを入れちゃいましょうかね。はい、でさらにはペットボトルも入りますということで、まあ、ペットボトルはこちら今紹介しますけど、こっち側に入れると思いますので、夏場には絶対に溶かしてはいけないものを入れておきましょう。はい、あとはこのような缶ビールなど 350ml 缶が6本入るサイズになってます。まあ、こんな感じで横に倒しても入れることが可能です。で全部横にして入れるなら、まあ、このような配置になるかと思います。で隙間がちょっとありますので、ここに保冷剤とかですね、上にちょっと乗せたりとかいう感じに、
になるかと思います。そしてこのように締めてこう持ち歩けるということになります。続いてこちらのペットボトルホルダー、これも保温保冷が効くものになっておりまして、正面にはこの紀ノ国屋のロゴですね。そしておさむグッズのキャラクターがここに仲良く手をつないでおられますね。でカラーはこれ赤になっておりまして、赤と白のとても目立つペットボトルホルダーになっております。で底の部分はこのようになってまして、上の部分は寒がりのヨーゼフさんにはぴったりです。はい、中はこのようにアルミシートが付けられまして、保温保冷ができます。そして外側にはこのようにストラップついておりますので、例えばこういうとこにくるっと回して、パチッと留めておくことで引っ掛けて持ち運ぶことができます。はい、それではボトル入れていきます。まず 500ml のペットボトルはこのようにすっぽり余裕を持って入れることできます。はい、さらにちょっと長めの 600ml サイズにも対応しているということで、はい、大きめのペットボトルもすっぽりと入れられるのが嬉しいポイントです。はい、そして通常号で紹介しましたこちらのバッグに、この増刊号の保冷バッグ、保温保冷バッグをこのように入れることも可能となっております。すっぽりと入りますので、このまま、はい、バッグインバッグで入れることできますね。そしてペットボトルホルダーはここ外側にこのように引っ掛けることも可能です。お待たせいたしました。それではこちらのバッグも最後に正確な容量を測定して終わりたいと思います。それではご一緒に How many ブルボン。バッグの容量は合計25ブルボンです。紀ノ国屋かけるおさむグッズ、保冷保温ブルボンバッグ&プチホルダーおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまでリンネル通常増刊紹介してまいりました。それでは最後に来月号の予告をして終わります。リンネル来月号の付録はこちら。通常と増刊号同時発売となっておりまして、はい、それではまずは通常号はこちらですね。ムーミン刺繍が可愛い豪華身だしなみ発展セットとなっております。こちらですね、これは以前にスヌーピーさんのであったかなと思います。はい、今手元にありましたこちらですね、こういうのがあったかと思うんですけど、まあ、それとほぼ同じではないかなという感じがいたします。セット内容としましては、この爪切り、そして巻き爪用の爪切りですね、そして甘皮プッシャーですね、そして爪ヤスリに甘皮カッター、それには毛抜きと耳かきとハサミのこちらの発展セットとなっております。で表面にはこのムーミンさんの、刺繍ロゴ入りということになってますね。はい、まあ、こちらが通常号で、増刊はこっちになっておりまして、同じくムーミン吊るして外して使える多機能撥水ポーチです。はい、まあ、このようにですね、吊るして広げて吊るしても使えますし、でこのように閉じてポーチとしても使えるということになっております。でさらには撥水ポーチになっておりまして、はい、まあ、水回りで使うのにも安心して使えますよということになってますね。はい、でこう吊るす場合、広げる場合はこのような形でたっぷりと収納できます。で表面にはムーミンさんの可愛いイラストも入っているということになってますね。はい、ということでこちらが来月号の付録ということで、5月19日発売となっておりますので、楽しみに待ちたいと思います。ということで今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。